ますね。あ、こちら見てください。こっち見て。よろしければ中井先生もありませんか。せっかくなんで。受賞おめでとうございます。ありがとうございます。でメダルをつけた気分はどうですか。こんなに重いとは思ってなかったので本当にびっくりしてます。いつから練習されたんですか。今年の4月から4ヶ月間ぐらい練習しました。そして何月頃その受賞が分かったの。受賞が分かったのは10月30日でみんなで放課後パソコン室に行ってみました。その時どうでした。もうまさか本当に決勝を取れるとは思ってもなかったのでみんなで泣いて本当に嬉しかったです。はい、ありがとう。はい、じゃあ次、受賞おめでとうございます。どうもありがとうございます。昨年は何でしたか。昨年度は優秀賞でした。優秀賞で、はい、今年は金賞です。金賞、はい。これ種子島で何校応募されてるんですか。種子島では何校ですかね。鹿児島県で15校って伺っております。鹿児島県で15校ですか、はい。その中から増田が、はいはい、選ばれるということですね、はいはい。これからもずっと伝統的にまた続けていかれますか。そうですね、また次の学年も取り組んでほしいと思っております。はい、じゃあこれからもまたますます発展するように。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日金賞中谷町立増田小学校増田スピリット殿非チームは第2回全国小学校ラジオ体操コンクールにおいて当初の通り優秀な成績を収められました。その栄誉をたたえここに賞します。平成2015年10月株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役員石井雅美。いろいろと準備をしてくださった皆さん、今日は増田賞に来てくださってありがとうございます。私たちは4月から7月までの約4ヶ月間みんなと一緒に授業や休み時間を使って毎日練習しました。初めのうちはいくら練習してもみんなの動きはなかなか揃いませんでした。でも毎日毎日練習するにつれてみんなの動きが揃ってきてラジオ体操がとても楽しかったです。7月の本番では自分たちの納得のいく体操がなかなかできず何度も撮り直しました。やっと自分たちらしい演技ができた時はもうクタクタになっていました。そして10月30日金賞を受賞したことが分かった時みんなで泣いて喜びました。本当に金賞を受賞できるとは思ってもいなかったのでとてもびっくりしました。それに達成感もあり本当に嬉しかったです。今までの練習が金賞という結果につながって本当に良かったです。もうこの仲間全員でまたラジオ体操コンクールに応募することはできないけれどこれからも増田賞の後輩たちにまた参加してほしいです。そしてラジオ体操を増田賞の伝統にしてほしいです。このラジオ体操コンクールに参加して仲間と一緒に何かをやり遂げることがこんなにも素晴らしいものだと改めて感じました。これからもラジオ体操をみんなと一緒に続けていきたいです。増田スピリット代表。そうそう今のね。はい、そして手は軽く握って肘と肘が重なるところまでキュッ下まで通して真横まで力を抜いてストップ。そう1ストップ2ストップ3、4。そうそうそう今みたいにちょっと力を抜いてもらいたいなと思います。そしてちょっとみんな手横この手もう一つだけ遠くにキュッ。そうここで力を抜いてストン。そうここがすごく
ね、一番大きく伸びてくれるので、ちょっと手を遠くに通して運動を進めましょう。はい、その次の運動ですね、腕を回す運動はみんな上手にできてたと思います。体の前で大きな円を描くようにします。ここも力、すごく上手だったと思います。